まあ、こんにちはございます。どうぞ。早くしてよ。これ。キモ。ゆうちゃろです。キモ。ゆうちゃろです。じゃあ、喪服があればさ、喪服で行くんやけどさ。喪服で行くってどういうこと？違う違う違う。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。いやー、見てな、このツーショット。はい。え、撮ってんのこれ。そう、撮ってんの。ほら、かわいい。久しぶりの YouTube です。ね、これもう、老けが。よかったな。老けが、老いが。ブータローもさらにこう、ゆうちゃろがいたお姉感が増してしまうっていう感じで気持ち悪くなってるんですけども。はい。チャンネル登録してねば。あれが欲しいねんけど。ライト。照明。うるさいわ。マジわがままして。あのさ、そんなこと言うんやったら毎日動画ちゃんと出てくれる？出んのかい！今日はですね、ちょっと久しぶりのブータロークッキング、イェーイ！みんな待ってたでしょ？ね。はい、ガヤ、ガヤ。ガヤ、ツッコミを入れる？ほんまにも！ゆうちゃろ、おいしくいただけますように。混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ、混ぜ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 。ほんまこんなんじゃないんですよ普段。ちょっと待って、あの予想外なことが起きてしまった。焼けすぎじゃない？まずえまずそう。えなんて？まずそう。美味しそう？まずそう。じゃあ5点満点中何ぼ？2点。なんて？5点。2点。はあ、もう一生作ってやらへんからな。いやで、ただペヤングこれ食べていきたいと思います。 NG ワード決めまーす。なあ、はーい、すごい。そう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 。バイバーイ。今すんなり来てるはずやから。はい。ということでですね、はい、4人家族でバイバイしましょうか。はい、せーの。はい、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。めっちゃ嫌がってる。気持ち悪い。大丈夫？キモ。なんかあんたと並ぶのやっぱ嫌やな。ちょっともしても入って。お前言ってんねん。あれですよ、これぐらい喋ろう。顔が大きく見える。大きいが違う。違うね。大きくないのに、この人とおったら大きく見えるね。どうしても本能が抑えられない時が来ると。来ると。その来た時に、刺さってしまうと。めっちゃキモいや。ああ、もう、キモ。めっちゃキモい。で、その、本能を漁ってる時にたまたま連れたのが、いや、なんかちょっと止めてくれるのかなと思って。いや、だって止めようがないやん。そうやっていろいろあるやんか。なんでよ。ブータローはずっとゆうちゃろを信じてたのに。あんたそうやって裏切るんか。裏切ったんだよ。ブータローはちょっと寂しくて最近泊まりに行くからかまってほしくて、こういう別れドッキリをしただけやのに。あんたには見損なったわ。これはほんまに破局危機や。みんな見た？もう最悪。そんな感じでちょっと別れを決めるんかな。もういい。もうブータロー今日はもう泣きまくる。もうこんなの一緒にじゃなかった。どうすんの？あんたこれから。どうしよう。ちょっと待って、怖いんだけど、もう嫌や。もう好きじゃないってこと？好きじゃないっていうか。あと牛しろ。キモ。捨てるんじゃねえ。ここまでして。一生面倒見るって言ったやろ。キモ。はい、ということでですね、皆さん、視聴者ドッキリでした。やってまいりましたよ。キモ。何がキモいの？いつもキモいキモい言いやがって。結論から言いますと、僕たちね、付き合って早々一度、もうすぐお別れをします。せやな。ちょっともっと早く反応して。せやな。ほんまやな。ほんま怒るで、あんたそれ忘れてんの。ちょ、なんでそうなんすか？あー、まあじゃあそれをじゃあ今日はちょっとね、お話ししていこうと思います。はい、なんで教える？いやあんた教える側やということで、今日はね、見てごらんなさい。あ、間違えた。今日見てくださいね、動画の見てごらんなさいということで、今日の曲はペプシコーラーを。はい、仕切り直して。今日の動画の曲はですね、ペプシコーラーしか飲ま、あ、違う。後輩をしてよ。本当にいいですか？ブータローのキスがかかってるんですよ。ブサイク。ブサイク。ブサイク。あ？何それ？可愛いの間違いでしょ。
あんたね、恋人に向かって気持ち悪いはないわ。いや、キモイエーイ、おめでとうございます。鼻違う、あるのにあんたな、ちょっとほんまに口ここやろ、あんた。ちょっと手じゃないのよ。おぉあんたこれ鼻やもん。ペプシどっち？最初飲んだやつ。いや、これ、こっちこっちこっち。ほんま怒るな。どっち？最初飲んだのどっち？知らん。怒るで、ほんまに。もうないよね、あんた。どっちだったっけ？できた晩ご飯、いただきまーす。今日の企画は、ご飯を食べながら、幼少期について語ろうの会。えい！物心つくのって何歳から？それぞれよ。多分3歳ぐらいかな、記憶。物心か、物心ついたのに、だいぶあったよ。18、19でしょ。自転車のね、あのデザイン教えたけどか、ピーマンに顔がついたデザイン見けるっていうの、ほんとね、こんなキャラやし、ピーマンちゃんとやってる。でもほら、濃すぎに。あ、ごめん、確かに出来てるやん。だから幼少期から変やもんな。だから言ったことやそのまんまやね。ほんまや。幼少期からやっぱ出んねんて。だからあのこれから子供を育てる方は気をつけてください。確かに昔から変な育て方するとこんな変な人になります。女なんだったらこの人やったら信用できるのかなっていうのをだんだんこうその時間とともにこう許せていったというか、気持ちがこうなんか和らいでいったというか、だから安心できる人っていう認識でいてほしい。これが逆に違う人とかやと、多分自分がまた体出てくるから、そういう感じかな。だから変わってはないと思うね、自分自身も。ポンポンはね。そうそうそう。じゃあまあこれからも長年ずっと寄り添ってくれるっていうことですね。キモい言い方。そういうことですな。今までゆうちゃろうのね、まあ、その恋愛の考え的に、うん、まあ、半年付き合ってきた、うん、そのゆうちゃろうの恋愛に対する考え方と、うん、まあ、でも結局さ、ブートとは6年続けてこれたわけや、うん、なんだかんだ、うん、その秘訣を簡単に言うと何の違いがあるかなと思って。秘訣もなくない？ただほんまにその時に会って心動かされるほど好きになれたかどうか。やっほーキモキモすぎる。そういうこと？だからそれがなかったんよ、いわゆる。なかったんや。なかった、まあでもこの衝撃はないわ。そこはなかったことにしたきやった。ないないない。思い出すんじゃねえよ、過去の彼女を。うん、なかったなかった。ああ、なるほどね。こんなんじゃないから違う。あっさ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 もうちょっとパン落としてよ。変な人みたいな。キモいねんけど。なんこれ今笑ってんのかな、みんな。笑ってんじゃない。いや、横に居る人は笑わへんかって、今うるさくて。あ、もうちょっとパン落とすわ。ごめんごめん、ちょっと仕切り直すわ。なんか違うねんけど、ちょっと待って、なんか違う。どうしよう。痛い痛い痛い。これ何が面白いんちまったのか。なんかやってて虚しくなってきちゃった。汚なー、汚ない汚い朝のチューはケツの穴プチューなあ、
もうこんなモーニングルーティン見たことないけどやめてよ。これはあまりにも撮ってほしいっていう声が多いので、おうち引っ越してからすんねん。ちょっともう一軒家今買ってんだよ。うるさい、もうそれは言わんでいいね。一軒家建つからね、もうすぐのモーニングルーティン見れるで。一軒家買ってなあ。あかんで、それはまだ言ったか。一軒家買ってまあまた改めてね、モーニングルーティンを撮ろう。うん、一軒家買ったからそっか。うるさいもう。ミステリー。そう。これ嫌いね、ブータロは。あ、そう。うん、痛いから。ブータロでも、あれやな。歯磨きそうだ、久しぶりやな。遅い。遅い。まあ、どっちが立ちで、どっちが受けなのかっていう質問が多いんですよ、やっぱり。うん。まあ、ゲーアガーですよね。まあ、これも結構見てわかんないかな。見てわかんないかな。結構もう、あの、コメントとかでよく来るんで、もう、答えは返してはいるんですけども。あなたが、立ちか受けかだよ。どっちがどっちだ。S か M かってことやろ。違うと思うけど、まあ簡単に言えばさね、入れる方か入れられる方かって感じじゃない、簡単に言ったら。違うかな。そうな、まあ、なのでゆうちゃろうさんがパコ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 する方。おしゃるさんがほら見て、ほらおしゃるさんの顔してるもん。キモでもこっちがもう図体のね、図体図体何大柄なネスゴリラでございます。なのに、ブータローはおしっこするときも皮めくらへん。お風呂に入っても、なんかそんな綺麗に。あれって出たら。あ、違うわ。お風呂入る前にか。お風呂入る前のときの、もう匂いったら、まあ。そうだよ。これは使えません。よくそれで誘ってきたなっていうときがいいかあって。何そんな。じゃあなんか一回こう顔近づけたときにすごいプーンってきて。見て、長州小力みたいじゃない。ちょっと見て、早く。長州小力じゃない、これ。黒ひげ。黒ひげって何？あ、ティーチ。やばい、ちょっと長州小力感あんねんけど、これさ、ブスブスの見て。ちょっと見て、ほら。カメラ越しで。気持ち悪い。見てた女。1212。なんかこんなんやってなかった？あ、ヤンバラテニス部みたいな。ごちゃんとね。恋をしちゃいました。今日はですね、ブータローのヘアアレンジ動画を見たゆうちゃろうが自分もやりたいということで。言ってません言ってません。やらされてる。違うね。だったなーって、まくり、この間の動画から2回連続。え？人が歯磨いてないだろ。人のチッ臭いだろ。チッ臭い流すの？うん、流す。あ、そう。全部ほんまやから。これでほんま。なんなんヘアアレンジって。何をしたらいいの。髪の毛をセットしたらいいの。ほら、できた。あー、切っちゃった。どうしよう。なんで美容院行った後に自分で切ってる。おかしすぎね。はい、ということで、こんなんなんだけど。いや、これ何、今まだ耳かけしてるからいいけど、行くで。カタラーナ食べながらカタリーナする。気持ち悪い。何のテーマもない。ああ、そうそう、ミントで、そう、性格変えれんねんな。あんなん現実で考えてみんな。この子臆病やからとか言ってさ、勝ち気なムードとかさ、なんか勝ち気になるとか、なんなんさ、かわいそうで弱げへんわ。優しない、そう。自分はあげられへん、そういう。性格をさ、そう、強制に変えるわけよ。そのポケモンにあった性格が、それぞれのポケモンにそれぞれのあった性格が、あるから強くなる。そうだ、その対戦するにあたってこのポケモンにはこういう性格がありそうで、で覚えてる技もこういうのがいいみたいな。なんかもうそんな、そうなんかかわいそう、かわいそうとか言うね。なんかそう、確かにそう言われたらなんか自分も罪悪感湧いてくるやん。最後にチューしとく。ここで、あ、チューしてたんや最後って。キモ。キモい？入ってたんだ。マジで。ここでキスできることないねんで。最後のチュー、これ。あ、そう。うん。はい。はぁはぁ、バイバーイ。はぁ、最後のチューや。新居ではいっぱいしようね。ということで、もう皆さんね、一番気になってるのが、ルームツアーをしてほしいっていうね、ご要望が多いんでございます。3秒で終わって3秒で。ということで、じゃあルームツアーを早速やっていきたいと思います。いつもこれ一人でやってるけど、たまにはどう？やっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、ということでね、できましたね、カレーが。
ルームツアーの動画でも少し紹介されていました。じゃーん、見えますか？カレー食べたいと思います。いただきます。ゆうちゃらありがとう。えらい動画やと感謝してくれんだよな。ゆうちゃん感謝してるよな。もうやめて、そういう悪いイメージつけるの。これ以上やらしいであった。反応薄すぎやね。喜べもっと。中学生あんたな、現実を見て30やねん。反抗期じゃないねん。いい大人。ブータロゴもちゃんとした発音のメープルシロップっていうのは、メープルシロップ。ブサイク。ちょっと違うな。メープルシロップ。メープルシロップ。絶対。メープルシロップ。メープルシロップ。あ、ある。メープルシロップ。こんばんは、こんにちはございます。ブータロと。ブーちゃんとヒメちゃんも今日は仮装しております。仮装っていうのそう、今日はハッピーハロウィンということで急遽ハロウィン動画を撮っております。これ上がるの来年の1月ぐらい。違う、おかしいやろ。で、一緒にかぼちゃスープを作っていきたいと思います。てかめっちゃ可愛くない？これプッチーニ。そう、プッチーニ。はい、ということでいただきます。はい、飲んでみましょう。頑張って作った初めてのかぼちゃスープ。熱そう。待って、めっちゃ美味しい。あの冗談抜き、ほんまに美味しい。ほら、めっちゃ美味しくない？うんうん。なあ、見た目よりも。掃除ママが掃除してる。早く言ってもいいか。掃除ママ。最悪。カメラが揺れる。はい、揺れて。え？揺れて。はい。なんだ。ちょっとブツが見える。ちょっと待って。書きません。ちょっと怒るね。キモい、キモい。早くして。キモい、キモい。なんか、ブツがでかいんだ。こういうの向いてない。でもさ、ちょっとこう下にこう沈まに帰って、あ、気持ち悪い。何しとる。タコさん、タコさんもいいんだよ。そういうのタコさん、ブサイク。あ、違います。何部屋の人ですか？何部屋？あ、関取って言いたいねえ、かわいくない？どう？何部屋の人ですか？おはよう、おやすみに。どう？何部屋？これ起こされたらキュンキュンするやろ。笑ってごまかすんじゃねえよ。キュンキュンというよりどんどんする。でさ、よくさ、あの都市伝説みたいな感じで、お前古いの？なんなん今の古え。プリン綺麗ね。え、プリンの味そんなするこれ？うん。もう熱いのやんじゃん。嫌いなもん食べた時さ、ここ腰ばっくならへん？どこよ？後ろ、首ネック。え、ならへん。ならへんの？わかんない。そうなの？腰くなっちゃわない？え、じゃあもう一回食べて。じゃあもういい。その反応みたいから。はい、もういい。あ、そう。ゆうちゃろさん、ついにチャンネル登録者が9990人になりました。自分に言ってないか。詳しく言うと9997人なんです。この朝現在。え、白よ。おい、どう？もう1万人をさ、迎えるのはちょっと仕事中っぽいから、うん、よく見るさ、あもう1万人、ああおめでとうみたいなのができひんけど、きっと事後動画になりそうですね。あ、ウインクしてる。かわいい。決めポーズしてんの？はじめましての人も、お久しぶりの皆さんも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。二人合わせてゆちゅぶ、二人合わせてゆちゅでーす。よろしくお願いします。バイバーイ。ぶっちゃんもね、バイバーイって。ぶっちゃんもな、なんてよく生配信嫌いやったな。相手してもらえへんからね。バイバーイ。バイバイ。ひめは寝てます。バイバイ、ありがとうございました。これどうやって終わるんでしょう、携帯の方。ただへん。終わるまで名前呼んでこ。あ、で、最後ごめん、名前呼ぶって言ってた。最後みんな名前だけ呼んでこ。みんなバイバーイ。ゆうちゃん頼む。ゆうちゃんの名前全員呼んでて。ゆうこ、いさむ、全部、全員。佐藤、とも、あ、マデリン。そんなん言ったってな。そんなん言ったってな。そんなん言ったってな。ピー入れればこっちのもんやめ。見えてません。
まあ、あれだけさアーカイブに残すと、だから来れない人も後で見れるようにしてますので安心してくださいみたいなことを言っといてさ、なぜか消えちゃうっていう。最初ライブ配信後にさインスタ用とかの動画とかも撮ってウキウキしてて、あ辛いこれ、ごめんごめん、辛い辛いのほんま苦手になってんの言ってて、思ってた人の人が来てくれたじゃん。自分200人ぐらいだと思ったわけ、ほんとに自分50人ぐらいそう、それでも多いかなぐらいと思ってたやんか。だけどなんか蓋を開けてみればもう待機時点で何人いたんでしたっけ。200人確かいてくれてて、で始まっていけばいくほどもうだんだん最高視聴者数なんかは1200人ぐらい、うん、同時視聴者数でいてくれてたんかな。チーズでしたー、チーズ蒸しパン、冷凍バージョンチーズ蒸しパン新発売, 笑えよ。むしろ豚の朝起きて聞かされた。多分おならか、多分我慢してる時とか結構起きがちなのよこの事件で。もうちょっとしてから行こうと思ったらちょっとした力を入った瞬間にもらかしたもうまた自分の黒歴史よ。なんでこれさもうゆるい感じで終わる動画なのに、なんで自分の黒歴史晒さないとあかんのってか、まだ肌見えてたしこれ入れんのかしらけど、お父さんもよく漏らせた用意したいと思います。何の料理ですか。え、食べてるだけやろ。あんたの悪い親やったよ、明日はちょっとちょっと言ってください。これちょっとやめて、そこじゃないそこじゃない、そんなとこ触ったらあかんじゃん。ああ全然イチャイチャさせてもらわないんやけど麺伸びんねん今そんなん言ってる場合ちゃうねん麺伸びたら元も子もないねん、はい、これが現実です皆さん。あれやろじゃあ早く押されてるわけ。あ、分かりました。分かりました。ほったらかしにする時間ないねん。怖いシュートで持ちました。私ブタとゆうちゃみです。はい、ということで見てこの帽子、ピロ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 、これ100均でございます。あ、ブーちゃんも来た。せーの、ハッピーメリークリスマス、ハロウィーン。シュートでしょうが、ブーちゃんトナカイになったの。ねえ、ブタカイやね。ブーシューちゃん可愛いね。ゆうちゃんおとなしい。すごい、いっぱいおるサンタとトナカイが。はい、よーいスタート。せっかくのクリスマスやのにさ、まあいっか、一緒にいれるだけでも幸せやし。はい、これプレゼントえキモすぎる。プレゼントないって言ったよ。気持ち悪い。買ってくれたん。気持ち悪いな、ぶちゃん。え、ちょっと欲しいって言ったらチャンネルやん、これ。キモすぎる。なあ、なあ、チャンネルずっと欲しいって言ってた。もうありがとう、お礼の中まあこういう感じでもうちょっと演技力磨いてきて。いや、あの演技する試みだけは褒めてあげるわ。あ、そう。あ、待って、あとさ今日はさ、キモいキモい。6年目のクリスマスやけど、このままやって一緒に過ごせて嬉しいね。6年目。7年目じゃん。6年目だよ。来年の1月で7年だからさ。だって付き合ったの1月やろ。7年目やなんでな。だって付き合ったその年の12月が7年目のクリスマスです。だって一回クリスマス過ごしてんねんで。でも付き合ってからは過ごしてないもん。付き合っ…出会ったのは12月。あ、そっか。そういうことで7年目ってこと。そうよ。ほしこい、あんたやるじゃんびっくりしてんけど今。ということで、そういうことよ。何のロマンチストもなく演技コーナーも無駄に終わっちゃいましたけど、最後に聖なるキスは出た。なんで聖なるよりもタコさんな。じゃあどんなのがいい。え、こう。え、キモいなんか最近、玉尾に見えてきた。玉尾あの、何か。生玉子の人。あ、違う違う。それは、あれやろ、勝慎太郎の嫁やろ、うん、違う。何玉尾だったあれ。佐藤玉尾。あ、そうそうそう。やーあ、そうそうそう。クリスマスムーン、ゆうくんと僕が出てるしない。あ、そうそうそう。こんなんじゃないやろ、絶対。こんなんですいません。ということで、はい、終わりましょう。バイバーイ。良いクリスマスをお過ごしください。簡単な動画で申し訳なかったです。良いお年を。良いお年を。後日上がるプレゼント交換の動画、お楽しみに。はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブルトーと、ゆうちゃみでーす。はい、ちょっと早くタピオカ用意しましょう。もう、
あんたはこれかな。あんたこれやろ、うん、持ってあげる、うん、じゃあベトラは持っといてあげる。ありがとう。はい、どうぞ。なんて読むやろこれ。熊本キーあかもしろん。はい、ありがとう。ちょっと混ぜます。これね、特濃黒糖ミルクティーということで、ラベルこっちですね。はい、こちらと、ゆうちゃんさんは見えた。ココアミルク。ココアミルクタピオカ。どう？ココア。美味しい？うん。もう喫茶店のココアに似てる。うわ。めっちゃ特濃だわ。飲んでみて。いら。喫茶店のココアに似てる。そう。うん、飲んでみて。飲んでみて。いら。黒糖やねんって。いらん、黒糖好きじゃない。はい、飲んでみて。うん。美味しいね。うん。ここのね、ミルクティーって、見たことない店舗なんですけど、普通にタピオカ美味しいねんな。もしかしたら、1店舗だけなのかもしれないけど。たまたま見つけてね。ラッキーです。うん。ということで、今日の動画は、間に合ってれば、総集編みたいなのちょっと流れてます。2020年に、僕たち YouTube の実写動画をやり始めまして、いろいろありました。いろんな動画上がってましたので、まぁ、ちょっと自分の面白いかなっていうとこをピックアップして、総集編みたいに流れたかなと思います。もしかしたら流れてなかったらこのままこれだけ流そうと思うんですけど。何の保険だだって、もう時間がないんですよ。で、まぁ、今日12月31日、まぁ、本当は違うんですけど、もう今日30日なんです、本当は。12月30日なんですけど、まあ今日今見てもらってる方はもう多分12月31日の夜頃にこの動画見てくれてるかなと思うので、私たちの愛してくれてる方は。まあ、なので皆様改めまして、2020年はね、僕たちを見つけていただき、まあいろいろね、動画でコメントやら、SNS とかもね、見てくださったりして応援してくださった方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。何感想述べろって。いや違う、ありがとうございます。ああ、ありがとうございますそう、まあじゃあ簡単な感想を述べましょうか。どうですか、ゆうちゃんさんから。じゃあなんかどう、 YouTuber してる？うん、してる。ああそうあんま感覚が、体感がないというか。どう？一番お気に入りの動画とかある？撮影して楽しかったとか、見返してみて面白かったとか。うーん。どうなんやろな。モーニングルーティンじゃない？モーニングルーティンが一番。理由は？なんか、世に出回るはずのなかったやつやったからさ。自分の中ではね。ふざけてたもんな。うん、自分は、ルーティン動画撮りたいって言ってたけど、ずっといやいや言ってな。で、なんか遊び半分でやってたら面白かったんで、投稿してやりましたよ。そう。まあでもそれが本当視聴者さんも面白いって言ってくれてて。まあ、ちょっとあれはびっくり反面。まあまあまあ、でも見返したらうまいこと編集してやったな。ああ、そう。まあどう？まあもともと YouTube とか、まあ表だったことをするのが嫌いでしたけど、やってて、まあ楽しくなってきたんじゃない？撮影にもなんかだんだん意欲的になってきてくれてるなっていう気もしつつ、まあやる気はないけど。うん。別にそれはないかな。なんやねん。なんか、なんでやねん。そこは毎回あんま変わらへん。あ、そう、うん、でも大丈夫、来年も続けていける。あ、続けていける分にはいいけど、うん、なんか、うん、まあ変わらずマイペースにやっていこうかなって感じ。だからいろんなとこで抵抗はあるよな。うん、まあ頑張れ。まあそこは頑張れ、向き合ってやっていく。頑張るって決めたもんな。キモまあブータルはそうだな。なんやろうな、一番お気に入りの動画はね、難しいけど、まあ、メープルシロップ、メープルシロップ、うん、もう流行ってくれたし。あとは何？流行ったんや。あとは、チーズ飯パン、チーズ飯パン、チーズ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 飯パンとかも、やっぱ豚結構、なんか中毒性のあるのを流行らすのが、ちょっと向いてるのかなって、自画自賛してるので、一個、タピオカミルクティーでもやりたいと思います。タピタピ、あ、タピタピ、あ、タピ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 オカミルク。恥ずかしい恥ずかしい、ごめん、これは滑ってそうやな。はい、まあそんなコーナーで、まあいろいろありましたよ2020年。まあ大変でしたわ、ブー太郎は。
なんかもっと動画更新できるって思ってたし、まあもっといろんな企画やりたかったので、まあ今年できなかったことは、まあ2021年でやりたいと思います。まあ例えばもっとコント的な動画とか、もうちょっと日常だけじゃなくてね、なんか一発芸じゃないけどネタ、お笑い芸人さんをもっと出していきたいなっていう。何を目指してるの？わかんない。もう見てて笑顔になってほしいわけよ。見てる人ってやっぱ今多分さ、もう好きになってくれた人は多分日常とか見てても面白いと思うけど、やっぱりさ、新規さんもやっぱもっと知ってほしいので、自分たちの存在を笑かそうとしてるわけ。うん、やっぱなんか見てて元気もらえるのよ、自分も YouTube を見てて、人によって、うん、そういう存在になりたい。まあでもね、語ればもうキリないんですわ、ブー太郎の野望っていうのは。はい、またそういう辺の中、まあ夢みたいについてもまた2021年になったら語ろうかなと思ってるんで、まあ今日はちょっとあんま長くなっても編集大変だから、まあこんな感じで終わりますけども、まあなんで車かっていうとね今日からその12月30日からあの1月4日まで自分たち休みなんですけど、もうずーっとゆうちゃろの妹が泊まることを今日宣言されましてまさかの2日間だけやと思ってたから、1月1日に帰るのかなと思ってたら、今日ねリングフィットあのゲーム買ったんですけど、あれやりながら、私あの1月1日カニ食べた後もまたこの家戻ってきていいとかもう平然と言われてしまったんで、いや無理ですとも言えへんから、まあまあまあそんな感じで私たちの動画はこう妹たちには言ってないからさ、やってること、うん、こう陰で頑張って更新していくしかないということで、うん、まあなので年始のねちょっと挨拶の動画とかも出そうと思ってるんですけど、まだ多分車なのかあと日常もちょっとゆうちゃろうがね隠し撮りしといてくれるらしいので、まあ、ブータローも撮れそうやったら撮っとくけど、多分あの皆さん向けに発言とかできないただの日常動画が映ると思うので、うん、ちょっとご了承ください。あとはまあ間に合えば、多分間に合わないと思うけど、過去にまだね2020年に撮っておいた動画がまだ編集できずに公開できずにいるので、そうなの、はい、まあ、その辺もまあちょっと出していけたらいいなとは思ってます。うん、はい、ということでね、もう長くなってきたので、ちょっとタバコあかんって、やめてよ、タバコうるさいねこれ怖っ。はい、ということで、改めて。怖いわ。あんたが一番うるさいわ。ということで、もう長くなってもあれなんで、改めてね、2020年は本当ね、大変お世話になりました。僕たちを見つけていただきね、もう本当思った以上にさ、再生、あの動画再生回ってて、思ってたよりさ、もう動画テイク2なんです、これ。思ってたより本当動画見てくれてる方が多くて、まあ、ちょっと最近ね、ちょっと落ち着いてきてはいるんですけども、まあ、それでもね、ほんとチャンネル登録してくれる方も、あの目標であった1万人も達成できたので、まあ、また2021年の目標は、また改めて動画で出せればなと思っておりますので、はい。ということで、とりあえずね、皆さん1年間お疲れ様でした。良い1年をお迎えください。あ、違う。良いお年を、うん、来年もよろしく、うん、バイバーイ。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 タバコ吸いたいね、こっちは。今日。ちょっと言い忘れた。あのね、自分たちだけが2020年で良かったさ、自分が良かったと思う動画述べたんですけど、うん、あの今見てくれてる皆さんが選ぶ一番のあのお気に入り動画をね、良かったらコメント欄で書いていただきたいです、うん、今後のね動画の内容の参考にもしたいので、よろしくね。じゃあね、よいお年を。さらへよ。さらへよ。